さあ、えー、今シーズンから、えー、前回も、えー、開幕戦開幕3連戦全試合総チェックあとですねコメント欄にも、えー、継続してやってほしいっていう声もありましたんで田崎なんとか頑張ってですね週に2回3連戦ごとに動画を作っていこうと思います <noise> えー、だから、えっと、今日はもう夜中です今木曜日、えー、神宮にですねヤクルトを。 阪神戦解説に行って西浦のさよなら万里ホームラン見てきましたでそっから、えー、帰ってきてから他の5試合試合の動画全試合チェック <laughs> そしてなんとかまとめてですね明日の 朝やろうと思ったんですけど、えっと、編集作業もめちゃくちゃ大変でやっぱりあのなんとか試合前までに、えー、この3連戦の総チェックを皆さんに、えー、お伝えしたいというところで,ですねもうかなり深夜夜中ですけど、えー、頑張ってです、ね、皆さんにお伝えしたいと思いますどこよりも悔しくどこよりも楽しく皆さんに勉強になるような、えー、面白いような明日からの連戦の、えー、見る楽しみができるようにしていきたいと思いますねさあじゃあ行きましょうおり返えり ま,まずはじゃあ、晴れ湯から行きますか楽天日本ハム火曜日初戦え四対零で楽天が勝って えー、そして次の日5対2で楽天今日ですね、まあ、今日っていうかまあ3戦目3連勝するかっていうところで楽天に関しては5対8で日本ハム勝った、えー、3連戦2勝1敗でまあ楽天の勝ち越しっていうところですけども、まあ、あの火曜日の初戦というところで全体的に楽天の打線がまあ良かったかなというところもありますあとやっぱ中継ぎ森原が最後抑えになって、えー、いいピッチングしてますしその前のブセニッツシャギは継投していくには、まあ、やっぱり、えー、中継ぎも楽天 暑いんじゃないのかなという感じでしたね、えー、全体的にですねまあ、あとはまあ水曜日の枠井やっぱ枠井行きましょうか楽天は枠井良かったですね最初ね立ち上がりやっぱり力み緊張やっぱ新天地の初登板まあったと思うんですよねそこでやっぱ肩の開きが早くてですねちょっとこう 押し,出す押し出す感じの投げ方で、えー、全部ちょっとシュート回転したり、球が浮いたりしながら、球高いなっていうところもありましたけど、あの本人も、ね、ヒーローインタビューで語ってましたけど、浅村のホームランをきっかけに、えー、ちょっと肩の力が抜けたのか、上体の突っ込み、そして肩の開き具合なくなって、球を押し出さないで、しっかりこう巻きつくような投げ方で、えー、コントロール力、変化球、ストレートともに、えー、しっかり投げ切れたんじゃないのかなと思いますし、あと、やっぱ、小深田の守備。 やっぱ新人離れした、えー、いい守備して、まあ、枠井を、ね、バックアップしてやりましたよね、えー、だからこれでねあの岸、則本涌井、松井、まあ、湯気も湯気ナイスピッチングも良かったですし先発の柱としてやっぱ今年はね6連戦あるんで6枚育てなきゃいけないっていうところで、まあ、いいピッチングしたんじゃないのかなとあとはやっぱり日本ハム先発新人の川の、まあ、徳島の僕の同じ市内で鳴門市。市 徳島県鳴門出身すごい地元なんで応援してましたけども全体的に球が高かったかなとあの、まあ、全力でね一生懸命投げてるっていう姿はよかったですけどもここぞっていう場面で球が高くなって、まあ、それを通打されたかなとあとストレートカーブスライダーっていう,こう入れていく球が中心でフォークボールチェンジアップ系の逃げていく球が、えー、投げれてないっていうところがねちょっと若干苦しかったかなと思うんでまあでもねあの新人初先発ですから今後の登板期待したいと思いますね、えー、そしてまああの今日ですね 塩見、そしてバーヘイゲン、バーヘイゲンよかったですね、こう動く球で、えー、動かしながら、バットの芯、えー、外していって、あとやっぱり中田、中田翔が日本アム、開幕から元気でね、まあ今日もホームラン打ちましたし、あと太田のホームランなど、まあ、猛打爆発して、3連敗を防いだっていうところで、ね、あとね、あの野村。 ヒットボってスリーベースボールってはずだで、ね、ええー、多分今年のね、栗山監督の一番の期待の星だと思うんで、まあ、ビアヌエバはね、帰ってきてもね、もう出さないぐらい頑張ってね、えー、打ちまくって、サードのレギュラー取ってほしいですね。やっぱり若干ねあの、開幕前から言ってましたけど、日本は三遊間がね、弱いと思うんで、ここ、野村にもチャンスですし、ここをしっかりキャッチしてですね、野村とか買い出せね、カズナリー、今日もあも上位に。 チャンスメイクしましまたけど下位打線がしっかりまとまるとあの1番からの西川、太田、近藤、中田っていうねあの打線が威力を増して、まあ、日本ハム特有の,あの1イニングで大量得点取るっていういや僕らの時もね一人、田中健介、稲葉さんとかね小笠原さん、関ノーっていうところで1イニングの,の56点しっかり取られるっていうね野球ができるのも下位打線からの厚みだと思うんで僕もね9番金子さんによく出られましたよ金子さんのおかげでビッグイニング、ね、させられてっていうねそういう野球が日本ハムはできるんでそういったところを、まあ、うまくつなげて はね、あの大量得点取れるんじゃないのかな。と。まあ3連敗しなくてね。ま良、あ、かったかなっていうところはありましたね。じゃあ続いて西武ソフトバンク初戦、えー、詮11対3でーブが勝ちましたけど、やっぱりね。スパンジェンバーグストレート系強いと思うんですよね。あの、やっぱり。 ストレートと変化球、どっちかっていうと、やっぱり変化球の方が対応悪いと思うんですよね。まあ、もちろんその、ね、変化球ばっかり言ったらそれは打ちますけど、あのストレートの方がやっぱり強さを発揮して、変化球の方がやっぱもろさあるんじゃないのかなと思うんでね、まあ、長打もやっぱり変化球を低めに集めといた方がないと思うんですよね。ストレートも使わなきゃいけないんで、ストレートをしっかり投げながら変化球勝負、ストレートを見せて意識させて変化球勝負っていうようなね配球した方が、バンジェンバーグ抑えきれるんじゃないのかなと。もうスパンジェ バーグに1番で打たれまくったらもうその後の。まあ 源田森山川おかわり君ともう強力打線続いてるんで貝からの、まあ、木村金子っていう下位からの打線もつなげられたらもう太刀打ちできなくなるんでこういうふうにね11点っていうところのね取られることになるんでまあそういった面ではやっぱ危ないんじゃないのかなとあとムーは初先発でしたけどなんかもっとあれかなと思いましたけど若干あんまりいい感じはしなかったですけど、まあ、外国人選手もそうですけどこのまあコロナウイルスの中あのー 緊急事態宣言で練習できてない中で、まあ、調整してるっていうのは、まあ、日本人選手も外国人選手も難しいと思うんですよねだからまあちょっとずつ見ながらまあ調整していってもらいたいなと思いますね、まあ、この1回だけで判断するのはちょっとねあの早すぎるっていうかね次回登板、えー、期待したいと、えー、思いますあとはですね2戦目24日、まあ、6対9でね、えー、ホークスが勝ちましたけどあの今井、まあ、7失点したんですけどなんか いけんちゃうかって、僕の目線で思うんですよね。フロントドア、まあ、あの、黒田さんのね、こう、ちょっとシュートゲームに来るフロントドアが若干、まあ、帰ったりとかね。あの、今宮にカーブ、コードというところで、甘くいって、まあ、それを一発で仕留められたり。まあ、全体的には、な、失点しましたけど。まあ、投げてる感じ見てたら、そんな悪く感じなかったんですよね。だから、あの、失点の割に、投球自体は、まあ、良かったんじゃないのかな。 と思いますだからまあ,あの次回の登板に、まあ、期待したいと思いますし打線はねあの負けはしましたけど、まあ、6点取ったあの犠牲フライとかチャンスをかのものにしていくそつない打線っていうのはやっぱりな,打線、まあ、だなと思いましたね、まあ、ソフトバンクでいうと、まあ、バレンティンがねちょっとパ・リーグの選手に、まあ、打ちあぐねてんのかなとやっぱパリ・リ、まあ、来たばっかりだったので、ね、慣れないのかなと思いましたけどまあ今日ホームラン2発。 <laughs> しかも打った瞬間、しかもあのメットライフの場外 <laughs> みたいなね、まあ、あの本人もやっぱり早くホームランを打ちたかったですし、まあ、若干、固めでね今日、まあ、2発打って、まあ、これであのー、明日からまた楽な気持ちでいけるんじゃないのかなと思いますし、まあ、あの24日で言えば上林のねあのセカンドに行く走塁とかもね良かったですし、まあ、上林もねあの、まあ、グラシアルとかデスパイネが、えー、キューバから、えー、来日できないというところで、まあ、チャンスが回ってきたと思うんですよねその中でで、まあ、必死でね。 やっってててる姿っていうのは、まあ、あの好感持てますし、まあ、バッティングもねいい感じで打ててるで、ね、その中で隙のない走塁っていうのもね走塁良かったですねグッドプレーねあとですねあのつもり岩崎あの中継ぎ陣モイネロ盤石の中継ぎ陣もしましたけき、まあ、つもりもね開幕戦であの井上に満塁ホームランをたれましたけどまあ動じない性格らしいんで、まあ、投球見ててもね度胸ある投球してますしまあいい形のピッチャーがまた中継ぎにね入ったのかなとまあ昨年甲斐野はね新人で頑張ってちょっと怪我してしまってそ の穴をこのつもりがね、埋めていくのかなっていうようなね、ピッチング見えましたねやっぱりこう、ソフトバンク今日しかも、バンデンハークあの途中までノイトの穴、ノイトの穴するかと思うバンデンハークには珍しくあの力ありましたけど、ちょっと球高かったですけどコーナーにしっかり 投げ分けれてたなとあれはさすがにスピードのキレも出てコーナーしっかり投げられるとさすがのライオンズ打線もなかなか打つのは難しかったですねあの最後ねあの山川がセンターに抜けるところ内、まあ悩んになりましたけどあのセカンドの川島よく取ってよく投げましたよね。なななんんんかもうあんなのあのい,いプレー あのまあ、アウトにはできなかったですけどあそこまでの必死のプレー見せられるとあれが内野安打になったとしてもなんかありがとうみたいなねあの頑張ってくれてるチームのためにバンデンのために頑張ってくれてるみたいなねプレーが見えてなんかすごい良かったなと思いますし、まあ、その後もね、まあ、あのホームラン川島だから川島もねこうなんか平洋、まあ、で後代後代とかここ一度あの代打とか起用法としてはね調整難しいと思うんですけどその中でしっかりねあの結果を残していくっていうのは本当にさすがだなと。 まあ、あのムードメーカーでもありその、ね、チャンスメーカーでもあり、こう一発もありっていうところでね、あの必死さっていうプレーはね本当にまあ見習うべきこところが、まあ、多いんじゃないのかなと、ライオンズにね初戦負けましたけど、ホ、まあ、ークスとしては2勝1敗で勝ち越したっていうところで、ね、開幕戦、ロッテに、えー、の1勝2敗で負け越してるんで、まあ、これで五分っていうところですよね、まあ、なんとか持ちこたえたかなというところです。で続いいてて最後パリリリーグロ、えー、ロッ、えー、ッ、えー、ロッテテ対オクスが3盾とととうことで、まあ、マリンズとしては、まあ 今日も中村奨吾が満塁ホームラン打ったりとかジ、えー、G、攻めレアード連発だったりとか。 まあ、中村も初戦ホームランを打ちましたね。打撃陣、いい形で進めてるんじゃないのかなと思いますけど、開幕戦あの24日かの試合前の、ね、動画でアルバースの抑えられてて、この入ってくる球を右バッターがどこまで引っ張り切れるかっていうところをねテーマに挙げて、えー、もらったんですけども、ちゃんとねレアード、清田、ホームランを打っていくっていうところで、ね、しっかり引っ張り込めたっていうところがね、まあ、結果、勝因につながってますし、あとオリックスでもねあのダ田、ダイソーで出てきて、 えー、総類素晴らしかったですね、ホームへ狙ったあの、スタートも早かったですし、スライディングも、ね、ちょっとこうキャッチャーを避けながら手だけでタッチ、あのスライディング、プロでしたね、藤岡のプレーも田村のタッチも完璧でしたけど、あの小田の高走塁っていうのは、本当に素晴らしかった、プロだなっていう、ね、感じしましたし、あとまああの、ロッテもね負けじとダイソーのね岡がもういきなり、まあ、マーティンのヒットで出て、盗塁して、で最後、ホームに帰ってくる。 もう一回和田がダイソー言って若月とね高一で三塁まで行くっていうねでそれ最後決勝点になってくるんですけどあのこの小田岡和田とねそのまあオリックスロッテとね両選手ですけどもこの足で見せるプレーっていうのはまあプロだなっていうねこのなんか終盤のね面白い戦いが見えるんじゃないのかなっていうねロッテ対オリックスの感じしましたよね次の試合もまあ大野チェンハーマンマスだと中杉事がねグーっていうところでまあしっかり抑え切ったまあレアードのホームラン方ねあの九0円でですねあのグラブトスっていう ののテーマになってですねファーストサードのグラブトス見たことないっつったら井上がグラブトスしてしかもめっちゃうまくつるねファーストもグラブトスするねなんか言ってたけどあの起きたっていうところであのグラブトス井上ごプレイうまかった、まあ、あとやっぱりそのオリックスでこの3連敗、まあ、全体的にやっぱりあの自滅自滅感がもうえげつないっていうあのまあ初戦の23日でも、まあ、最後ディクソン出てきて、まあ、ヒットを打たれるのは仕方ないしその後のまあ 塁っていうのも小、ね、川が完璧に決めきったっていうのもありますけどあの和田の時にときにディクソンが引っ掛けて若槻がちょっと横に倒れながら取る時きに、まあ、取れないのは仕方ないにしてもそっからの反応が遅すぎると、えー、なかなか起き上がってボール取りに行かなかったために和田が三塁まで行ってで結果的に満塁策してで最後、デッドボールみたいなもう完全に初戦はオリックスの,あの勝ちゲームだったと思うんですけどそれを決めきれなかったしかもその中で、まあ、あのエラー記録として残らないミスがあると。 この24日にしても、まあ、3回に後藤が三、ね、塁送球して悪送球になったりとか7回ね足立ショートライナー飛び出して戻りきれず勢いの目を摘んでしまうとかね。 まあレアードはホームランも高めだけは絶対ダメって言ってるところでね高めにいってまあ2試合連続ホームランを打たれるっていうねこのまあホームラン打たれるのは仕方ないにしてもこのそういうちょっとしたことのミスがやっぱり1点差で負けるんですよねそういったところがやっぱりオリックスっていうのは個でいい選手がいるのに組織的に戦えないからまあ勝ちきれないっていうところですよねで今日もね初回から村西投手まあ経験浅いですまあルーキーですからねまあ仕方ないにしてもあのまあフォアボール連発で。 あの押し出して、えー、満塁ホームランで一気に5点、まあ、それは勝てないですねでまあこれはもう何回も言ってるんですけどこの、まあ、3連敗してしまったまだでもパ・リーグ6連戦続くと、えー、その中で、まあした山岡そして日曜日に山本来ますけどこのロッテの乗った勢いをこれ山岡ですら止めれない可能性あるんですよ。 だからこの止めれるか止めれないかっていうのはかなり注目ですけどもあのこの3連勝、まあ、ロッテとしてはもうこのオリックスのカードあの負け越しはないわけですからもう当たって砕けろで勢いに乗っていくその中で緊張感ある中でエース山本山岡っていうところがねどう抑えるとかこれは僕の理論に。 反するる水大事作戦が遂行できななくてて裏目に出てどうなるかっていうところはねちょっと注視して見てみたいなと思います。ということで以上パ・リーグ9試合お送りしましたけどパ・リーグはカードが変わらないんで。 こっかからまだどうなるかっすね。この週末このカードを勝ち越したとかカードを全勝全敗っていうだけであのこのカードっていうとまだね6の3だからこの半分だからこの後の半分ね流れを持ってどこまで戦えるのか、まあ、こんな試合見たことないんでパ・リーグはですね表裏の,そのローテーションのうんふんがないんで本当に強いチームがかかるんですね絶対エースと当たるんでその相手のエースを打ち崩せるのかエースがしっかり抑えれるのかっていうところで 絶対エースが投げる絶対エースと当たるこの真の強さが分かる6連戦じゃないのかなと、えー、こんなシーズンもなかなかないんでこ楽しみながらねファンの人も見てもらいたいと思いますさあ続いてセリーグセリーグいきましょうセリーグはですね巨人広島が1勝1敗1分けの五分ということで,でヤクルト阪神が2勝1敗でヤクルトの勝ち越しそして d n a 対ドラゴンズが d n a の3連勝3連勝ドラゴンズが3連敗 結果になってきましたけど、まあ、セ・リーグはねこれでカードが変わるんで、まあ、流れが変えていくところですけどもジャイアンツ23日戸郷ナイスピッチング若干線細いなと思ったんですけどあのちょっとなんかアメリカの投手チックに、まあ、あのまあマウンドが硬いっていうのもありますけど前に 出ながら左足でしっかりストップかけてそこから体の回転で投げるっていう直下を遅れながらね体の強さっていうところも感じますし本当に力強い投球、変化球のキレ、まあ、素晴らしいピッチングだったなと思いますね。まあ、新人を候補本当に何の意味でで 来たんじゃないのかなとあとまあ,あの広島のジョンソンも悪くなかったんですけどやっぱジョンソンのこの入ってくる球っていうのはやっぱり結構角度あって打ちにくいんですけど外行った時にその岡本がしっかりね打っていく外に来た球をジャイアンツ打線が見逃さずねしっかり打っていくっていうところで結果3対2っていうねゲーム差っていうところに、まあ、なったのかなと点差点差ですね点差っていうのになったのかなとで、まああのえー、24日水曜日はですね、まあ、クリーナイスピッチング。 あのグッドプレイコントロールも良かったしキレも良かったし緩急も、えー、ついてましたし、えー、ちょっとジャイアンツ打線ね、まあ、さすがに打ちきれなかったなと、まあ、5対1っていう。 ところでしたけど、まあ、コーナーもついて低めもついてあれはちょっと難しかったですね。であの満塁になって、まあ、終盤ね交代かなって思うところで、まあ、笹子監督続投してあの石川センターフライ打った瞬間これいったんちゃうかと思うようなえ打球でしたけど、まあ、最後フェンス際ねあの失速してアウトになりましたけどまあ、あそこの気合いの投球も、まあ、素晴らしかったですねねススココッットト今日も、ね、出てきましたけどスコットね。 球高いね DNA の時もそうだったけど球高いから怖いあのもうちょっと誰か言ってあげて低く低くっていうねもうちょっと低め投げでいこうあのいい球投げてるから高めは怖い一発ありそうな気がするあとはあのやっぱり鈴木誠也のホ,ホームランあの初回かな鈴木誠也のホームランで一気に流れを 変わったのその前の日にね戸郷に完璧にやられてた流れを一気に初回の鈴木誠也で引き戻してで菊池がねヒットを打ってからのホームラン猛打賞っていうところでね、まあ、本人なかなかヒットを打てなくて苦しい思いしたと思いますけどこれでまだ吹っ切れてね、えー、やっていけるんじゃないのかなと思います。あと堂林すごい あのプライドをね捨てて鈴木誠也後輩の鈴木誠也にね自主トレも、えー、一緒に行かしてもらって教えてもらったりしながら、えー、貪欲に必死に、えー、勝負かけて挑んできたこのオフのシーズンの成果がこの開幕かけて見えてきてんじゃないのかなとまあその気持ちもね出しながらプレーとして結果も出てるっていうところでね、まあ、本人も嬉しいでしょうしまあ堂林ファンの皆さんね ナイスよかったですねあとジャイアンツはまあ、小林の骨折っっていうところが痛かったですねあの試合解説しましたけど病院行かないって言ってていや一回病院行った方がいいんじゃないのかなと思ったんですけどまあ次の日練習来て痛みが引かず病院行ったら骨折っていうところでねまあけがしたのは仕方ないんで、まあ、早めにね治して復帰してもらいたいなと思いますしまあ今日の試合もですねなんとかまあね 踏ん張ってて最後ね追いついいつ岡本がいいっすねもうなんかゆったりした構えで4番の風格あのもういらっしゃいみたいなねどこ来ても打ちますよみたいなタイミングの取り方でえ打ってますからこ試合数減っても30本はね絶対打ちそうな感じしますねあと坂本も元気ですしなんかあのまあ元コーチが言うにはね1番と3番がもう少しスリーしてくれればっていうところでね言ってますけどそこが亀井はねもう大量得点っていうところもできるんじゃないのかなと。 思いますさあ続いてヤクルト阪神タイガースマンの皆さん昨日ねあのー、センター前に打って今日もアウトコースのストレートを、えー、弾丸ライナーで、えー、センターに抜けていくツーベース打ちましたけどあの開幕戦見ましたけど開幕戦に比べるとやっぱりそのボンダの仕方ファールの仕方もね良、えー、くなってるっすねだからこれね。 副長の傾向あるかかもしれない明日からカード変わって最後の打席もフォアボールソー出たけどフォアボール選んだのもしっかり見極めてるししっかり振り切れてるしストレートをねあのファースト側にもファール出ててきてるんであのこれちょっと上がっていく兆しあるんじゃないのかなとあのファールとかボンダとか球の見逃し方が開幕戦の3カードに比べると断然良くなってるんでやっぱ本人ねヒット打ってあの気分ちょっと重荷がね落ちたんじゃないのかなと思ってだから明日からのカードねボーアタイガース・ソワナミさん 期待してもいいですよあと今日、秋山、アイスピッチングすごかったですねあのー、急速はストレートだいたい140キロ前後だったんですけど、まあ、持ち前のね ヨシキューが少ない持ち前のピッチングでコーナーつきながらであの多分カットボール、フォーク、シュート系も曲がりが遅かったと思うんですよねヤクルト戦もなかなか仕留められずあの芯に当たらずねボンダの山を築いたっていうところ最後ピンチも作りながらもねまあ岩崎の、えー、系統リリーフをかさいましたけど本当に素晴らしいピッチング次回も期待したいですよねあとヤクルトも高梨も今日本当素晴らしかったですねストレート逆まあ秋山がぎっと技巧派でねうまくコーナーついて 高梨はストレート力あったんでバンバンストレートなかなか緩急のカーブフォークっていうところで阪神打線を手玉に取ってねこの秋山高梨の投げ合い見応えありましたけど梅ちゃんがねホームラン打ってあーもうこれ阪神勝ったなーって思うところで最終回藤川球児が西浦に、えー、代打さよならスリーランホームランを打たれるっていうところで。 まあ、西浦も、ね、エスコバー来てサード、村上になってちょっと出番が減ってねあの何くそっていう精神あると思いますけど、まあ、こういった、ね、試合でしっかり打ってればあの試合に起用してもらえることも増えるだろうし本人としても、ね、これを起爆剤として。 ガ、えー、ガンガンアピールしてて頑張ってもらいたいたですね24個の試合もねあの昨年経過であのいなかったスアレスで坂口がねホームランを打ったりとかスアレスナイスピッチングとか昨年経過でいなかった選手が帰ってきて結果を出すっていうところは昨年よりかなり選手とかね熱くチーム力が上がってるんでそういった面でも活躍期待今日も坂,坂口ね打てなかったですけどあのすごいいいバッティングしててやっぱアウトになり方が良かったですね。あと阪神は保守 併用性どううするんやるなっていうね開幕カードも梅野坂口坂本でやってで、まあ、今日梅野出て、ね、ホームラン打ちましたけど俺を使えっていうね、あのー、ホームランにも見えましたけど矢野監督にもね策があるでしょうしどういう意図で使ってるのか分かりませんけども、まあ、今日のホームラン見てても、まあ、梅野中心で落ち着いていくのかなっていう。 え感じはしましまたね、えー、そんで最後 d n a 代ドラゴンズドラゴンズ3連敗あの全体的にね言,うもう言わせてもらう全体的にピッチャー球高い初戦の柳もそう柳なんてもう低めに投げて投げて投げて丁寧にしていくっていうところで去年2桁勝利してるところをあのやっぱり球が 高くなって打ち込まれるっていうところもありましたしあと守備の連係っていうのもありますけどあれ昨日だと昨日だな山本が投げてる時に伊能、えー、の打席で一三塁で最初はダブルプレー狙いで二遊間が下がってたんですよね。で 追い込んんだから入が前来てたんですよねでそれで伊野がピッチャーゴール打って山本取ってセカンド投げようとしたけどセカンド誰も入ってなかった慌てて阿部が入ったけどベース踏まないでファーストアウトで1点入るっていう,あのもうミスコミュニケーションあれもう前に来るんだったら山本に取ったらサードですよとか。 確認しなきゃいけないポジション変わってるのに確認しないからああいうミニコミュニケーションが起きて無駄な1点取られてそれで負けにつな、えーね、がっていくとか、まあ、今日の、えー、岡野だったかな、えー、投手も、まあ、全体的にここ一番球高いねでしかもあの今 DeNA 打線活発だから高めに来たやつ見逃してくれないね佐野にしても大スにしても梶谷、まあ、カジタに外高めに来たら見逃してくれないそれを宮崎も含めて全員に打たれてるから。 もっとキャッチャー低く低くって言ってもっと低めに丁寧に投球していかないと逆に今日 d n a の。 先発進入坂本投手かなあの浜口投手とねよく似た投球スタイルかなと思いますけど浜口も高かあの坂本も高かったですけどここ一は低く投げてたんですね。でそれで結果的に抑えていって、まあ、勝ち星につながったっていうところで d n a のピッチャーとキャッチャーもっと低く低くってやって,やっていかないともう空中戦でどんどん d n a とかにいかれちゃうからそういったところはもっとあのバッテリーであの頑張って意識して低めについて いいかななきゃいけないしそういう守備位置が変わるんだったらもうベンチも含めてもっとコミュニケーションとってこうなったからこうですよっていうのをあのピッチャーに言っとかないとあのピッチャーって忘れちゃうからあのいないところで投げようとしたりとかしちゃうんでそういったところをもっともっとコミュニケーション声かけながらあの意思疎通していかないともったいないですよねしょうもないミスで。 でまあ、3対0、3対2んで今日はもうまあ打たれて10対2というところでまあ、接戦ものにできないとやっぱこういう展開になってきますよねあとやっぱ d n a のオースティンあれ本物だね、あ打つねもう完璧だねでもあのロペスオースティン外エスコバパットンでピープルスどこにも外国人選手いてラメス監督も起用法 難しそうだねどうやって使い切るのかなと思いますけどもうほぼ全員ね好調でまあ嬉しい悲鳴ですよねラミレス監督からするとでもあのオースティンはね打つね。 しかも4番に座ってね佐野があの元気に頑張ってるし d n a 打線活発的に、えー、頑張れてるんでピッチャーがねしっかり試合作れるように投球すれば今回のようにねドラゴンズを3たってまあ0.2点2点の失点ですからピッチャーがしっかり最小失点で、えー、抑えれば持ち前の打力でしっかり勝っていけると思うんであの、完璧にのね試合展開になったんじゃないのかなというところでさあ えー、明日パ・リーグは、えー、試合も変わりませんし、えー、まあセ・リーグはねあの対戦チームは変わりながら、えー、どうなっていくのか、えー、確かタイガースが d n a とですよね、あのー、横浜、えー、大好きタイガースがどうなっていくのかちょっと僕の予想はねボーハがそろそろホームランを打ちそうな気がします。えー、というところで、えー、佐々木智也3連戦、えー、232425火水木の3連戦全チームの。 全試合、えー、喋ってきました。抜けてるとこもあればねもっと詳しく話してほしいっていうところもあるかもしれませんけどさすがに1人で、えー、終わった瞬間全チームの試合見て、えー、ピックアップピックアップして喋っていくのはですね、まあ、これが限界ですけども、えーまあ、こういうのでもね良ければ皆さんが楽しんでくれればですね、まあ、月曜金曜っていうところでね週2回ずつ僕が注目、ね、気になったところグッドプレーバッドプレーっていうのをね、あのー、語っていきたいと思います。 とということで、まあね、プロ野球も開幕して喜怒哀楽はあると思いますけど皆さんもです、ね、いろんな思いを感じながらですね、えー、自分たちの好きな選手、好きなチームをです、ねえー、応援してあげてくださいそして里崎チャンネルも応援してください。はい、ということで、えーっとね、今日楽天のウィーラー選手と、えー、ジャイアンツ池田選手の、えー、トレードが、えー、発表されましたけど、まあ、これについて最後にねちょっと語っておきたいと思います、まあ、あのお互いこれは良かったんじゃないのかなと思いますけどね、まあ、楽天は まあ、あのロメロを取ってきて、まあ、ロメロそしてブラッシュ、えーでえー、ピッチャーがブセニッツシャギワソンと、まあ、5人、えー、外国人いますけどで、まあ、鈴木大地も取って、えー、だからウィーラー使う場所がないんですよね。で楽天の功労者でも あるっていうね球団も言ってましたし、えー、で,で、まあ、2軍にいるとで使いどころないとで年俸もまあ約2億円ですか推定、えー、っていうところで高いっていうところで,で、まあね、最近内田選手も使ってますし、まあ、若手も使っていきたいっていう中で、まあ、出番がないと使うところもないとでそこでまあジャイアンツと合意してねトレードになりましたけど、まあ、ジャイアンツもね池田選手、まあ、あの1年目はね三十、えー、何試合。 え投げて、えー、結構1軍の戦力になりましたけども、まあ、年々出場機会もね減ってきて、えー、出番がなくなってきてるっていうところでねやっぱりこの里崎チャンネルの動画で何回も言ってますけどトレーやっぱりその自分ねそのチームでは出番がないでも他のチームに行ったら出番があるもしくは他のチームが欲しいっていうところに行くことが選手にとったら、まあ、幸せなわけですよだからウィーラーもえー、っとジャイアンツに行ってまあ ファーストで出る可能性もありますし、まあ、もちろんサードっていう可能性もありますしあの、まあ、出番は増えると思うんですよね、えー、そういったところで、えー、持ち前の、ね、能力を発揮していけばジャイアンツにとったらねこの 登録人数がまあ、外国人選手の登録人数が5人だったっていうところでねこのウィーラー選手を、えー、獲得したいっていうところのね、えー、思惑が、えー、楽天と一致したっていうところですし楽天としては左ピッチャーが欲しいそこで池田選手っていうね、まあ、年俸の釣り合いはあるかも分かんないですけどまあはっきり言えば。 2億円の選手を2軍に置いといてもお金払うだけでもったいないんですよね。でそれだったらジャイアンツに移籍してその2億円の、まあ、ここからの給料をジャイアンツが払ってくれるわけですから、えー、そういった面で、まあ、経費としては浮くと、まあ、使わないんですからねなんかない限りはね。でそこで必要な池田選手を取ってくるっていうところでねコスト面も、えー、いい。 ことだだらけだしウィーラーにとっても出番がない楽天の二軍でいてモチベーションを下げてこのまま余生を過ごすよりは好意的に受け止めている欲しいってくれ言ってくれるジャイアンツに行って試合に出て活躍する方が本人の家族の、えー、そしてウィーラーを応援する人たちのためでもありますし池田選手もこのまま、ね、ジャイアンツについても、まあ、高木京介とか。えー の出番が多くなってきて、ね、出番少なくなってきたところで、まあ、楽天に行ってひょっとしたら先発になるかも分からないしもちろん中継ぎになるかもしれないそこでチャンスを得ることによって、まあ、本人も嬉しいだろうし、まあ、家族も、ね、応援してくれてる人も嬉しいと思うんで、まあ、このトレードは、ねまあ、良かったなと思いますしえ悲観することでもないし、まあ、この両選手を応援してあげてほしい、ね、どちらも出番なかったわけですから新天地に行って出番を増やすというところで,で、まあ、ジャイアンツも、ね、あのロッテ、日本ハムもジャイアンツに行った。 あの藤岡もね投げてますし新天地に行くってことはチャンスがあるってことですよだから応援してあげてもらいたいなと思いますし、まあ、このトレードお互いのチームにとっていい、まあ、優勝するためのねお互いのチームにとっていいトレードだったんじゃないのかなと思いますということで明日からの金土日週末どんな戦いになるのか皆さん交期待ご清聴ありがとうございました